二度も後ろを取られるなんて伝説の男が聞いて呆れるわ。君がメリル、男になりきるには無理があるな。どういう意味？ここは男子禁制よ。君がこんなに女らしいとは思わなかった。こんなところで言う口説き文句ではないわね。まあ私を口説いても無駄よ。入隊時に異性に興味を抱かないサイコセラピーを受けてるから。その口の聞き方、メリルに間違いないようだ。怪我はないか？今のところはね。ゲノム兵のふりをしてたから。着替えたのか？その格好よりは奴らの兵装の方がマシだぞ。もう自分を偽るのやめたの。本当は服に血の匂いがして。そのマークは？これペイントタトゥーよ。本物じゃない。私この頃のフォックスハウンドが好きなの。おじやあなたがいた頃の。今のようにジーンセラピーもなかった。伝説のヒーローたちがいた。戦場に英雄はいない。俺の知っている英雄はみんな死んだか刑務所に入っているかのどちらかだ。でもスネーク、あなたは英雄よ。違うの？戦場でしか自分の意味を見出せない男だ。傭兵には勝敗など意味がない。戦争で勝利を収めるのはいつも民衆だ。そうなの？あなたは人のために戦ってるわ。誰かのために戦ったことは一度もない。俺には生きる目標はない。生きがいもない。そんな。戦場で死をかいくぐっている時だけだ、生きてることを実感するのは。人の死を見て生を感じるなんて、戦争を愛してやまない歴戦の兵士ってそういうものなの？なぜ連絡しなかった？無線機が壊れたの。それだけか？こうして会えたからよかったじゃない。でもよく私が分かったわね。一度会った女は忘れない。やっぱり私に気があるのね。君のお尻に惹かれたんだ。お尻？へえ。最初は目で、今度はお尻、次はどこかしら？戦場では次を考えない方がいい。で、スネーク、交渉はどうなってるの？進展はない。つまりあなたにかかってるわけね。とにかく奴らが核を撃つのを食い止めるしかない。方法は2つ。メタルギアを破壊するか、起爆コードを解除するか。ベイカー社長から鍵を預かってるな。これね。鍵は3つあるはずだ。これしか預かってないわ。残る2つはどこに？わからないけど、きっとどこかにあるはずよ。でも鍵がないとなると本体を破壊するしかないわね。メタルギアはこの北の地下整備基地にあるそうだ。私も連れてって。ここなら私の方が詳しい。足手まといだ。君は実戦経験が少ない。足手まといにはならないわ。誓うわ。もしそうなったら？構わず私を撃って。弾の無駄遣いはしない。わかった。蹴りは自分でつけるわ。私普通の女の子みたいに化粧なんてしない。だから鏡に向かうなんて習慣もない。そういう女になるの嫌いだった。ずっと軍人になるのは夢だったの。でも違った。それは自分の夢じゃなかった。私の父、小さい時に戦争で死んだの。親の意志を継いで？いいえ、軍人になれば死んだ父のことが理解できると思ったの。それで軍人に？今日までそう思っていた。でも今分かった。本当は自分を見るのが怖かっただけ。自分で生き方を決めるのが怖かったのよ。もう自分を偽りたくない。自分を見つめる勇気を持ちたい。私が何者であるか、何ができるか、私が生きてきた人生は何だったのか確かめたい。よく見とけよ。しばらくは鏡は見られなくなるぞ。顔も洗えなくなる。ええ。これは訓練ではない。生死をかけた戦いだ。ヒーローもヒロインもいない。負ければただの犬死にだ。ええ。そのファーマスは使えるのか？あいにく弾切れよ。そのデザートイーグルは？偶然武器庫で見つけちゃった。口径は50アクションエキスプレス。装甲ピストルが置いてあったけどこっちにしたの。うん、俺のは残り物か。その銃、女にはデカすぎる。そういう時だけ女扱いする。俺の45口径を使え。大丈夫。この銃なら8歳の時から使ってる。ブラジャーよりも付き合いが長いわ。北に行くにはこのフロアの所長室を抜けなければいけない。地上のルートは氷河で塞がれているの。
所長室のセキュリティレベルは5。このカードで開くわ。偶然兵士の服に入ってたの。見かけによらず、結構重要なところを警備していたらしい。さあ、行きましょう。ここでは私が先輩よ。私がポイントマンになるわ。ついてきて。